ニュース、ニュース。まあまあ、悲しいニュースから行きましょうか。丹安城丹安城丹安城の蒙古人役はに、二人死んでた。男一人、女の子に。誰が殺したみたい。え？男は22で、女の子は24で。前は思ったのは夫婦と思ったんですけど、それは違うで、いとこみたい。その女性はちょっと知り合い多いね。花屋みたいにありますね。みんなコマンドにね、いい店、うん、いい女性だよとか、どうして誰が殺したみたい。前感覚もしないの女性ね。なんか静かな女性ですけど、どうしてなんかわかんないね。今まだ理由はわかんないです。首にでナイフで切ったみたい、半分ぐらい。前は二人は看護師で死んだと思ったんですけど、みんなは今見た時にね、それは誰が殺したみたい、その二人ともにね。女性は首切られた。男性のあれはどこかわからないね、まだ。理由はまだはっきりわからないね、どうしては。怖いね。はい。それマンダレーにね、一番若いの子供はコロナポジティブで死んだ。まだ7ヶ月。今死んだの中で一番若いかな。男です、子供は。まあ良くないね、ニュースは。ごめんなさい。親も会えないかな、その子供死んだから。ナナカさんは本当にはちっちゃいね、若い。最近死んだの人多い。そうですね。なんか、はい、有名な人たち。歌手とか、でもそれはポジ前も昨日も一昨日も一人一人死んだんですけど、それはコロナじゃなくてもう普通な病気で死んだの、有名な人たちみたい。あくりこばれコロナピッてるでやれ、とろピャンピッピロンはばこれで2パウンド2パウンドピロンピャンチャッてるでやれ、ヨガピッてるのはヨガそうで。あれコロナにコロナから治ったんですけど、新しい病気は続くとか、今、アナと言ってた。はい。そういう時、私はエンドル言ってたね。でも、今、アナ言うのは、ミャンマーにも心配だって。22年ね、ロガウイ。はい、ロガの声、オープンしますとか。来たことない。私も来たことない。あそこに、猿いっぱい。みんな、餌。あげれる？はい、あげれるに、はい。いいじゃない、楽しそう。みんな車で行って、餌いっぱい買って、はい、あげますみたい。あとでいろいろな、はい、遊べるし、遊べるとか、公園大きいから、なんか、ね、公園食べるとか、ね、みんな寝るとか、遊ぶとか、歌うとか、いっぱいする。みんなする。私、行ったことない。いいね。あれ船も乗れるかな。船も乗れるの？何その楽しい場所？はい、何でもできるじゃん。船は手です。あれ船ね。はいはい、あのちっちゃいやつね。はい、ちっちゃいやつ、はい。友達たちとか冗談するね。ロガ行くとね、言うときはあなたの親戚に会いに行くですかとか冗談するね。そう。猿いっぱいかな。見てた。いいからね、冗談ね。はい、冗談でする、はい、あの実家に帰るんですかとかそういうね、おさんはいはいもうそれありますね、親戚とか家族に見立ててね。はい自分の家族みたい。日本も言うですか、ああいう風に言われ。ああ、そういうの、もう私は言わないかな。あ、言わないんですか。最近の若い子たちはママさ、若くないしさ、もう日本から離れてるからさ。ごめんなさい、ママ。私たちもね、みんなでね、はい、行きましょう。行きましょう。家族に会いに行きましょう。はい、もう神戸からね、会えないから、ワイド会いに行きましょう。代わりに行こう。はい。もう一個はあるんですけど、はい、それはね、神戸のせいで検査、がん、病気、がん、
はい、がんの病気たちは、はい、あれ田舎から多分来て、うん、いろいろ入院するでしょ、うんうん、でも今戻れないから今せっかくするのは大変だって、その病院 の隣にあれ住むみたい、隣とか道にね、はい、大変と、はい、いろんな問題があるよね。そうですね、そう、バスもいないし帰ることはね、だからドネゼシルの人たちを待ってるしかないね。かわいそうよね、本当に。ちょっとね、これどうにかしてあげたいよね。はい、今コマンドでみんなはドネゼしたいから、うん、あれ何人ぐらいいるかな言うと、家族は7家族ぐらいで、全部で人は40人ぐらいあります、うん、いますみたい。ね、ドネーションも素晴らしいけど、できたらその自宅に返してあげたいよね。そうですね、うん、それはちょっとそのこの人たちがどこに住んでるかわかんないからさ、あの、はい、っていうのはちょっと国がね、ミャンマーの政府がちょっと支援してあげることが必要かもしれないね、遠かったらば。例えばさ、国内旅行、ミャンマーの国内移動 OK になってた飛行機、はい、はい、あれのコロナの検査で16日から始まったでしょ、はい、飛行機乗れるのが、はい、はい、16日に乗ろうと思って検査を受けた人が300人いたのね300人いっぱい、結構多いよねはい、しかもさ、 その中からコロナが見つかってそうですね、300人から本当に多い、200人じゃなくて300人、それは大変。300人のうちね、8人がコロナ見つかったんだと、全部着したんですか、300人全部の中で8人。飛行機乗るときにさ、検査受けてないと乗れないでしょ、はい、はい、だからその検査で引っかかっちゃった、見つかっちゃったんだってああそうです、すごい、よかったという意味ですか、よかったのかな思ったよりでも多いね、いろいろ多いそうですね、うん、ね、お仕事でね、移動が必要な人もいたと思うんだけど、旅行じゃなくて、はい、今旅行に行かない方がいいね、まだ、しょうがないから、仕事かいろいろ家族に戻るか、うん、それは大丈夫ですけど、旅行だけは今の時期は行かない方がいいね。そうね、行くとしたら、あの、まあ、それこそホテルでちょっとゆっくり休むとか、はい、はい、うん、いろいろびっくりした、300人かと思ってエドデドあプロロアアイウェオのアですか、は難しい、枝豆食べたいイヤオリアイニアマラアニアマラエペニアマネムダロイヤオリプロピオプトアシサウチニネガレドワナイレエヤネネガロアネネシャエノフォロミオワワバレ名前は ロシア語、民族の名前はあるだって、まあ、クリー民族語、エスクレタクリー民族語のクリシャン、クリシャンの民族語だけ使う、それは人の名前ね、そう人の名前、名前はちょっと難しい、そう、みんなじゃなくて人と人と違いね、エはクリー民族語は愛、はい、愛はあれ、エチエの意味はエチ、愛だって、はい、彼の民族には A の一部、はい、じゃあ A な、そういうのがちってじゃあ A な、愛してるとかでも A だけでも意味あるでしょ、うんうん、だから A は愛の意味ね、はい、で、ではでありますね、で、家みたいなで、で、あーそう、でちっちゃい、でちっちゃいのって、はい、でちっちゃいの家みたい、壁とかはね、木とかにやってるのやつね、で、そういうでという、はいはいはい、そういうことです、あ、はい、はい、あ、それででえい、それはね、でえい、はい、屋根とかは葉っぱで作ったね、はい、そう、でも屋根だと1年に1回ぐらいしないとダメ、雨降るの前にね、
はい、そういう風です。はい、私たちの子供の時も部屋やってる。今はあまりしないですけど、子供の時はね、その屋根の家はいっぱい。今も田舎にも多いでしょ。前ヤンゴンもいっぱい、私と子供の時は。今旅行するにもありますの。ビスとかクロータウンジンもそういう風多いだよ。暑いからね、あの手は涼しいね、はい、屋根は葉っぱだと涼しい、はい、あっちあっち、あいね、それもあい、あっち、あっちんとか、時間、はい、時間、あっちん、はい、時間、前の屋根もね、あもうと言うね、みんなこと、あもう、あちゃう、あちゃう、そうですね、まあまあ、あちゃうもあーと始めるからね、はい、あちゃう、うん。あ、ママ、あれもあるわ。嫌いもあるわ。あもう。あもう。嫌いはあもう。ママはすぐ言うね。愛してる、愛してる。すぐ言う。簡単に言うから、簡単に忘れる。本日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったら、高評価を。もっと聞きたいなって思ったら、チャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、アンナとアルカとアキでした。バイバーイ。